はいどうも、つけ麺ズーイソップ翔太。お、まだ一人いない。はい、阿部ちゃんに今日もドッキリを仕掛けたいと思います。はい、今日のドッキリは、はい、まあ、これからまた阿部ちゃん家で集合なんですけど、合コンすると。あ、電話をして。そう、電話して女の子を3人連れていくと。あ、阿部ちゃんの部屋に。そう、合コンしたいって言ってたから阿部ちゃんが、うん、女の子を連れていくと1時間後に。そしたら、まあ今阿部ちゃん家がまあこんな感じなんです。こんな感じなんで汚いっすよね。だいぶちょっと行ってるから、うん、この鬼汚い部屋がどんだけ綺麗になるか1時間で。あ、いいっすね。それその時俺らにもプラスですもんね。うん、そう。早速電話してみましょうか。電話してみましょう。まだ寝てんの？起きてる。さすがに起きてるでしょ。わ、お疲れ様です。はい、お疲れっす。おっつ、何？あのさ、阿部ちゃんさ、前からさ、合コンしたい合コンしたい言ってたやん。あー、したい。今日さ、ちょっと俺の友達の女の子がおって、その子が、二人ぐらい女の子を連れてこれるらしいねやん。え？うん。そう、1時間後にちょっと女の子その家連れてっていい？え、俺ん家に？はい、みんなでだから、まあ、動画撮りつつ合コンみたいな。そう、まあ、酒とかご飯とかは俺らが買いに、うん、買ってくるから。うん、まあ、そっちで、まあ、準備お願いしますわ。めっちゃ汚いけど。だからまあ綺麗にしといてください。1時間あるからね。うん、じゃあね、行くよ。待っててね。待っててよ、バイバイ。ちょっと待って。じゃあ1時間後じゃあ行っていきたいと思います。いやー、どうでしょうね。いやー、楽しみやな。あの家がどうなるか行ってこよう。はい、到着しました。阿部ちゃんの家です。来ました。さて、どんな部屋になってるのか楽しみ。楽しみですね。早速行ってきたいと思います。お、入ってる。なんじゃこりゃ。え、キッチンめっちゃ綺麗。はじめここめちゃくちゃペットボトル置いてたからね。うん、ここもボワーンガッサンなってたけど。やば。わあ、お疲れです。お疲れ。え、めっちゃ綺麗じゃないですか部屋。いやね、それは。すげえ、あんま汚かった。うわ、やば。え、やばいっすよ。え、うわー、おー、やばめっちゃ気合入ってるやん。え、で、ちょっと待って、何その服装、どうしたの？絶対いつもそんな格好ないめっちゃかっちり決めてるやん。え、女の子は？え、何が？女の子は？うわー、綺麗だな。どうした？女の子？何のこと？え、やったな、こいつやったわ、もうドッキリ大成功。いや、でもすごいっすよ。1時間でここまで綺麗にできるってどんだけ気合入ってんすか。やばっ。え、こっちはジャケット着てるから。え、すげえ、やばっ。うわー、なんかパソコン開いていかにもみたいな。うわー、いかにもみたいな。うわー、やってるわー。うわー、うわ、ここの上とかめっちゃ綺麗。いやいや、だって女の子来るって言うから、そりゃ掃除するでしょ。まんまと騙されよった。え、カーテン変わってる。うわ、カーテンまで、あの1時間で。やっぱね、こう、白の方がやっぱ清潔感。どこまで？すごいな。え、やりやがったな、こいつら、マジで。マジか。この、ここの中のとか、どこにあったんですか？いやいや、まあそれは、え、ちょっと怪しいな。怪しい。いや、ちょっと怪しい。イーソンさん、開けてください、ちょっと。これはでも別にそんな、ただ整頓しただけで、うん、別にそんな汚くない。え、ちょっと、ね、じゃあ開けていい？いいっすよ。え、いいよ。ほんまに開けるよ。そこら辺とかも掃除しましたし。はい、開けましょうか。開けるよ。
やば、詰め込みすぎやろハンガーとかここにあるめっちゃうわ全部ここに詰め込んだやつか。女の子見ないっしょここカーテンがあるうわやば、詰め込んだな、やったな。いや、やったのあんたらだまあまあ、でもこれで綺麗くなりましたね。いや、これでもう動画も綺麗に撮れるってもんですよ、気持ちよく。ちょっとジャケット脱いでいい女の子来ないんだったら。